天神神社は、岐阜県水星巨僧にある神社である。旧社格は豪社。山戸姫命が滞在した、伊佐義賀宮の跡とされ、元伊勢の一つとなっている。山戸姫命よきによれば、水仁天皇十年、山戸姫命が、天照大臣のお玉城を祀る地を探し、大見国坂田宮より、美濃国伊佐義賀の地にたどり着き、この地に四年滞在したと伝えるが、 当神社はこの時、久吉和宮としてこの地に宮殿が作られたのが始まりと伝えられ、また本殿右にある御船大医師はその時に、天照大臣の御腰を安置した後とも伝える。ちなみに、その後、山和姫命は、精神から二層の木舟で川を降り、終わり国神戸にたどり着き、中島宮に滞在することとなる。社殿によれば、社殿建流以前は一帯が、 金足地とされ、五船大石を頼む台に祭祀が行われていたというが、五船大石の周囲からは、新獣文教六面や、光玉星をはじめとする30個余りの曲がたが出土しており、古代の祭祀遺跡であると見られている。江戸時代には、旗本の青木氏の数計を受け、現在の本殿は、元六年間の造態である。明治以前は、伊久吉賀宮天神宮や、 天神,神神社とも呼ばれていたが、明治6年、天神神社に改称して校舎に列した。五船大石周辺に二社が鎮座し、それぞれ伊勢神宮の分霊と山と姫命を祀っている。西には、この地域で多く栽培される柿の一種である。冬の原木があり、冬柿発祥の地の日の記念碑がある。ありがとうございます。